ヤージャゃ氏は、ガーナ系アメリカ人の小説家。彼女のデビュー小説、奇跡の大地は、2016年に発表され、彼女は26歳で、全米批評家協会賞から諸女作に与えられる、最優秀賞であるジョン・レナード賞を受賞し、さらに全米書籍財団が選ぶ、5アンダー35の2016年に、諸女作を発表した、最も優秀な5人の1人に選ばれ、さらに、 米国と書賞も受賞した。2020年には、ビルセク財団による文学における創造的将来性に対するビルセク賞を受賞した。ガーナのマムポンに、後にアラバマ大学ハンツビル校のフランス語教授となるク枠ク、ジャシと看護師である母ソフィアの間に生まれた。一家は、父が、オハイオ州立大学で PhD を取得した1991年に、 アメリカ合衆国へ移住した。一家はイリノイ州やテネシー州にも住んだ後、ジャシが10歳だった時からアラバマ州ハンツビルに定住した。ジャシは子供の頃は恥ずかしがり屋で幼くしてアラバマ州に移民した子供としての経験を共有する兄弟たちと強い結びつきを感じており、親友であった本に向かうことが多かったという。最初に書いた自作の物語を PBS キッズの子供作家、イラストレーターコンテストに応募したところ、レバー・バートンの署名入りの参加賞を受け取ったことが励みとなり、また、クリス・ソム高等学校在学中の17歳の時に、ドニー・モリスンのソロモンの歌を読んだことで、大いに啓発された彼女は、分泌の道に進むことを決意した。スタンフォード大学で英語を専攻して、バチェラー・オブ・アーツを得た後、 アイオワ大学のクリエイティブライティング講座であるアイオアライターズワークショップに学び修士を取得した。ジャシはスタンフォード大学を卒業してすぐにデビュー小説に着手し始めまたとある創業したばかりの会社に勤め始めたがその仕事に馴染めなかった彼女は2012年にアイオワ大学から入学が許可されるとすぐに退職した。彼女のデビュー作奇跡の大地は 2009年にガーナを訪れた時の経験に触発されたもので、この訪問は彼女にとって幼児の頃に母国を離れて以来初めてのことであった。小説は2015年に完成し、いくつもの出版社に指読が提出された後、数多くの出版社が出版に名乗りを上げ、7桁の前払い金を出すととしたクノフとの契約が成立した。は、 全米書籍財団が選ぶ5アンダー35の2016年の一人に奇跡の大地を書いたジャッシュを選び、同書はさらに全米批評家協会賞のジョン・レナード賞、ヘミングウェイ、ペン賞の最優秀諸女出版賞、またアメリカ文学の多様性に貢献したとして、米国図書賞も受賞した。他にもアフリカン・アメリカン・レビュー誌、カレル誌、ゲルニカ誌、ガーディアン紙、グランタ誌などにも 彼女は寄稿している。ジャシは影響を受けた作家として、トニムリスン、ガブリエル・ガルシア・マルケス、ジェームズ・ボールドウィン、エドワード・ P ・ジョーンズ、ジュンパラ・ヒリを挙げている。2016年現在、ジャシはカリフォルニア州バークレイに住んでいる。ありがとうございます。